こんにちは、ざっくり解説チャンネルです。今もう暑くなっております東京中国のですね、お話、保線のお話ですね。衆院補選の話、今日はしてみたいと思いますね。でここで選挙妨害がね、今日起こったということなんですよね。で、その話したいなと思うんですけど、9人の候補者の方、皆さんもよくご存知だと思うんですけれどもね、特に目立つのが乙武さん、広田さんですよね。はい。それと今、情勢分析でですね、世論の調査の話では、酒井夏実さんが、立憲のね、酒井夏実さんが1番になっていて、次は2番が金沢由依さんで、その維新ですね、維新の会、その次に飯山あかりさんがどうもついているようです。はい。でですね、ちょっと乙武さんはまだそっとその後から、2割ぐらいかなんかの、支持を得て、やっていってるみたいなんですけどね。はい。で、この根本さんっていう、根本良介さん、昭和っていう方が、この方が、翼の党のね、がお推し候補者になるんですけどね。この方たちと翼の党がちょっと選挙妨害をしているということで、かなり顰蹙を買っています。後からちらっと映像を見せたいと思うんですけどね。私もこの選挙妨害はどうなのかなって思いました。で、今回お見せするのは乙武さんと、小池百合子都知事が、出ているもので、乙武さんの応援演説に小池さんが出てるんですよね。で、その時に2人の、乙武さんは不倫ですね。今言ってるよく、ごまた不倫って言ってますね。過去にあった不倫の騒動で、小池さんは、経歴詐称ですかね、学歴詐称になるんですけれども、それについてわあわあ言ったりしてるみたいなんですね。でも私は思うのは、これはその格好のことですよね。小池さんの思いになると、もうに小池さんが20代の時ですから、もう何十年も前になの話ですんでね、どうなんだろうなと、それを持ち出して、どうなるのかって気がする、私はしています。最近本当にこの学歴詐称の話がね、元側近の方から出てきたらしいんですけど、ちょっとなぁというふうに考えます。私はもうそれは過去のことじゃないですかと。で、今どういう、政治をするかということが、一番大事じゃないかなと思うんですよね。そのことはやっぱり国民、あるいは都民、江東区の、ね、方の、一番大事なことではないかな、ためにはと思って、私はあんまり興味ないんですよね、正直言うとね。小池さんのにしても、乙武さんの不倫にしてもですね、ちょっとその政治とはもうちょっと切り離した方がいいかなっていう気が私はしています。で、そういったことにもの関連で、選挙妨害してるわけですから、で、選挙妨害って、どうも犯罪になるようなんですよね。はい。だから、ああいう時に、なんで警察もちょっと出てたようなんですけど、なぜ止めないのかなっていうのも、ちょっと私も疑問に思いました。で、ちょっとその後の、映像を流しますので、見てみてください。それでは、チャンネル登録、よかったらいいねボタン、お願いいたします。さて、誰一人取り残さない政治、7つの大改革を進めていく、乙武広忠でございます。さて、7つの大改革の7番目でありますけれども、魅力的な高等生を掲げております。乙武広忠の、この地域における政策は、江東区の区長でありまして、活動、これ東京都については支援しているところでありますが、それをさらにバックアップしてまいります。
また東京都と連携することによって有楽町線北上の延長を設置しています。それから一般地下鉄住宅を設置してまいります。音だけ広場、音だけ広場でございます。ありがとうございます。音竹広場、音竹広場の会場に到着いたしました。皆様、温かく迎えてくださいましてありがとうございます。音竹広場の街頭演説会、こちらの会場でこの後開催させていただく予定となっております。また音竹周辺の緑のスタッフからは音竹広場の制作プラスもお手紙させていただいておりますので、どうか読んでいただけたらと思います。音竹本人、こちらの会場にやってまいりました。ただの7つの大改革、この選挙カーの QR コードを読んでいただくと、読んでいただくことができます。音竹ひろただの政策、ぜひ知っていただいて、そして音竹ひろただに一票を託していただきたいです。江東区民じゃない方は、ぜひお知り合いの江東区の方に、音竹ひろただに応援してあげてと声をかけていただけますよう、よろしくお願いいたします。音竹ひろただ、音竹ひろただの街頭演説会場はこちらになっております。音竹ひろただ、音竹ひろただのお訴え、この後ぜひ聞いていただけたらと思います。音竹ひろただ、音竹ひろただの街頭演説会場、こちらとなっています。さて、誰一人取り残さない政治、7つの大改革を進めてまいります。どんな改革なのか、ぜひ知っていただけますようお願いします。この街宣車の QR コードを読んでいただくか、緑のジャンパーを着たスタッフから街頭演説会を開催するんですけれども、この選挙戦、こういった諸事情によりまして、警備を強化させていただいているところでございます。ぜひ皆様、ご自分の身に危険があるというふうに感じた場合は、近所の警察の方に相談していただきますよう、よろしくお願いいたします。音竹ひろただ、音竹ひろただでございます。誰一人取り残さない政治をしたいということで、衆議院議員補欠選挙に立候補いたしました音竹ひろただ、音竹ひろただ、音竹ひろただの街頭演説会場はこちらとなっております。皆様、もう間もなく本人、そしてそれから小池百合子東京都知事による街頭演説会を開催する予定となっておりますので、どうかもう今しばらくお待ちいただけたらと思います。こちらの選挙カーの上に本人が乗りまして、皆様に街頭の演説をさせていただく予定となっております。音竹ひろただ、音竹ひろただでございます。この後、小池百合子東京都知事がこちらに参りまして、お伝えをさせていただく予定となっておりますので、今しばらくお待ちいただけたらと思います。さて、誰一人取り残さない政治、7つの大改革、中身を知りたいという方、ぜひこの QR コードを読んでいただけたらと思います。この QR コードを読むと、政策の詳細を見ていただくことができます。さあ、誰も取り残さない政治のその正体を知っていただくためにはですね、7つの大改革をぜひ知っていただきますようお願いします。政策の詳細はこの QR コードに書かせていただく。高校までが授業料無償化、この令和6年度からスタートしたばかりでございます。次は大学までの教育無償化、こちらを政策に掲げております。音竹ひろただでございます。また、高校までの医療費の無償化、これも地域によってはばらついているところではございます。音竹ひろただは、子ども真ん中の日本へを目指すためにも、この子育て支援策の所得制限の撤廃も、その政策の公約に掲げているところでございます。音竹ひろただ、音竹ひろただの政策、どうぞどうぞ知っていただけますよう、よろしくお願いします。この後、こちらの会場をお借りしまして、本人から皆様に政策を、そして考えを訴えてまいります。
そして小池百合子東京都知事もこちらに駆けつけまして、乙武広忠でございます。さあ、乙武広忠の7つの大改革でございます。大改革2番目、こちらは衆議院議員候補の乙武広忠でございます。たくさんの方にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。もう間もなく午後5時17時より大演説会を行わせていただきます。乙武広忠の応援には小池百合子東京都知事がもう間もなく駆けつけます。どうぞ皆様お誘い合わせの上ご参集くださいますよう心からお願いを申し上げます。こちらは乙武広忠。また本日はたくさんの方お集まりいただきましたが、諸事情によりお荷物検査などご協力本当にありがとうございます。もし何かございましたら周りにいます警察官などどうぞ皆様遠慮なく、皆様もうしばらくお待ちいただけたらと思います。こちらの豊洲の一角をお借りいたしまして、この後江東区が選挙区となっております衆議院議員補欠選挙の候補者であります乙武広忠の街頭演説会を開催させていただく予定となっております。さて、この選挙戦さまざまな事情で少しこのように警備を手厚くした体制となっております。このガードの前の会場立ち止まって聞いていただけますので、そちらにいていただけたらと思います。また街頭演説会の際には手荷物まもなくこちら乙武広忠大演説会を始めさせていただきます。周辺の皆様こんにちは。もう間もなくこちらの会場で五代不満足の著書で知られる乙武広忠が街頭演説会を開催させていただく予定となっております。さあ、乙武本人、こちらに上がりまして、ご覧のようにですね、乙武は、足がないことから立って演説することができないため、このようにですねバリアフリーの特注の選挙カーとなっているわけなんです。このように本人が乗りまして皆様にお訴えをさせていただくとなっております。この選挙カー一つ見てみましても、乙武広忠のような障害のある当事者が政治の場に今まで行くことがほとんどなかった。だからこそこの選挙カーもバリアフリーのものがないということで、今回初めてこの特注で作られた、そんな選挙カーとなっております。この後本人がこちらに上がってまいりまして、乙武広忠のお訴えをさせていただく予定となっておりましたこともありまして、子どもたちの政策に非常に熱い思いを持っております。ですので乙武広忠が7つの大改革の1番目は子どもの真ん中の政策であります。よく政治の場では子育て支援頑張りますなんて話あると思うんですけれども、乙武広忠の場合もちろん子育て支援の政策も掲げているんですが、子どもの真ん中、つまり子どものための政策を1番目に掲げているところであります。乙武広忠の政策ぜひ知っていただきますようお願いします。この後こちらに本人が参りまして、小池百合子東京都知事とお話をしてまいります。ぜひ少しの間足を止めていただいてお話を聞いていただけたらと思います。また立ち止まってお聞きいただく際には、警備に当たっている方々の皆さんのご指示に従っていただきますようよろしくお願いいたします。場合によっては荷物検査をさせていただくこともあるんですが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。乙武広忠の街頭演説会、こちらが会場となっております。もう間もなくお待ちいただけたらと思います。お荷物の検査のご協力誠にありがとうございます。乙武広忠の街頭演説会は間もなくこちらの会場で開催させていただくとなっております。さて、子どもの子どもの真ん中の政策、子ども真ん中の政策を進めてまいりたいと思っております。
さて、大きな音で大変申し訳ございません。私からもお詫び申し上げます。奥の選挙戦、このような事情がありまして、なかなか皆様にお訴えをするようにしてご自分のお具合が悪くならないようにしていただけたらと思います。音だけ皆様の演説会場、こちらに待っております。4月28日が投開票の衆議院議員補欠選挙でございます。ちなみに皆様ちょっとお伺いしたいんですけれども、このマイクの音って皆様に届いていますか？あ、まる、ありがとうございます。こちらのマイクの音はうるさすぎたりしませんでしょうか？大丈夫、ありがとうございます。本当に音でご迷惑をおかけしていることを重ねてお詫び申し上げます。音だけ皆様の政策を少しでも皆様に知っていただきたくて、こちらの会場を設けさせていただきました。少し聞き取りにくい場面もあるかもしれないと思うんですけれども、ぜひ音だけの話を聞いていただけますようよろしくお願いいたします。7つの大改革を通じて、この日本、この社会において誰もが安心して暮らせる社会にしたいんだということで立ち上がった音竹博多が、こういった警備体制をしっかり組むことによって行っております。街頭演説に聞きに来られた皆様の安全をしっかりと確保して行ってまいりますので、どうか警察や警備の方々のご指示に従っていただけますようよろしくお願いいたします。音竹博多は今日この後こちらの会場で街頭演説会を開催する予定となっているところでございます。音竹博多は誰一人取り残さない、7つの大改革を進めてまいります。音竹博多の演説会場はこちらになっております。音竹博多